それでは、令和2年度スマート林業耕地普及展開事業の中部近畿ブロックのマッチングミーティングパネルディスカッションを始めたいと思います。林野庁のスマート林業実践対策に取り組んでおられる地域協議会のうち、中部近畿ブロックの4つの地域協議会の方々から、実際のスマート林業に取り組まれる中での工夫や課題についてお話しいただきます。各協議会で取り組まれている内容は、別の動画として発表していただいております。また、企業さんの動画とも、各協議会の関連など、連動した内容となっておりますので、皆様、ぜひそちらの動画もご覧いただければと思います。で、ここでは簡単に各協議会のご発表者の皆さんに自己紹介と協議会として力を入れている点についてお話しいただきます。それでは石川県東出さんからお願いします。はい。石川スマート林業推進協議会の、東出と申します。所属はですね、石川県の農林水産物森林管理課になります。で、協議会として力を入れている点なんですけれども、うちの協議会につきましては、森林協会の明確化ですとか、生産流通、川上から川下まで、の各ポイントでスマート林業を取り入れていくというところを、特にポイントというところになっています。で、またですね、人材育成にもちょっと今後力を入れていきたいなと考えているところです。以上です。長野県お願いします。はい。スポーツ長野、松木莉央と申します。所属は長野県林務部、信州の木活用化の林業経営支援課でございます。協議会として力を入れている点なんですけれども、当協議会、検証と普及を目的に事業を実施しておりまして、最初のリモートセンシングのところから、それを使った GIS とデータの活用っていうところと、あと木材流通に一連の流れについて力を入れて検証してきました。検証してきた中で、県内で使っていけるような内容というのはようやく見えてきたところですので、今後、そういった検証事例の共有ですとか、普及、そういった今後の人材育成も含めて、拡大していきたいなと考えております。以上です。続いて愛知県さん。愛知県の原木安定供給に向けた木材生産流通協議会の村西と申します。所属は愛知県庁の農林基盤局林務部林務課となります。協議会に力を入れている点というか、協議会の目的にもなるんですけど、生産から流通にかかる費用の削減を図るため、農網設計支援ソフトの導入や林業現場の ICT 化、需給マッチングシステムの構築に取り組みまして、現場での実証事業を行いまして、スマート林業の普及を図ることとしております。よろしくお願いいたします。最後に和歌山県さん。宜宙地域林業躍進プロジェクト推進協議会の小山です。所属は和歌山県、日高振興局農林水産振興部林務課になります。宜宙地域林業躍進プロジェクトの取り組みの主要事項についてですけど、川上では、計画的な一貫作業システムによる素材生産事業地の確保、それと素材増産を図るための、河川系作業システムによる、素材生産事業地の確保。で、川中では、直送販売賭場の、いわゆる、現地技能者の育成促進。で、川下においては、地域財利用の促進ということで、取り組んでおります。で、施業提案から素材生産、木材流通に至るトータルコストを、2割程度削減することを目標に取り組んでおります。以上です。ありがとうございます。それでは、パネルディスカッションの本日のテーマを見ていただきます。本日のテーマなんですけれども、1つ目がスマート林業の運営主体協議会の継続ということで、
これからスマート林業を導入しようという地域の方々に向けてですね、どういう協議会でどういうふうに進めていったらいいのかっていうことの参考になればと思います。で、2つ目が人材育成普及における課題と工夫ということで、やはりスマート林業をですね、こう実証で取り組んでいる地域以外の地域にこう広げていくというところが、なかなか皆さん各協議会で苦労されているところですので、そういったところについてお話しいただきます。で、3点目、原木流通コストの低減に向けた原木市場の関わりということで、これもなかなか、地域によってはですね、こう国葬をするとこう市場がですね、こう市場外しじゃないかという声が上がったりとか、苦労されている地域もあるんですけれども、この中部近畿ブロックでは比較的国葬がきちんとやっている協議会が多いのかなという印象でございますので、そういった話をしていただければと思います。で、この中部近畿ブロックなんですけれども、石川県、長野県、愛知県はこの林野庁の補助事業3年目になりまして、林野の補助事業としては3年間で終了。で、このあと各県独自で継続、取り組みを継続されるという、まあ、最終年の地域になります。で、和歌山県さんはこの林野庁の補助事業2年目ということなので、まあ、比較的こうベテランな地域が多いブロックとなっております。で、このテーマなんですけれども、まあ、ちょっとこのパネルディスカッションではあんまり個別の技術についてはこう触れない感じでいくんですけれども、まあ、個別の技術についてもですね、実は、紹介しているところがございまして、ちょっとそれをご紹介したいと思います。で、個別の技術についてはこうホームページですね、林野庁スマート林業ということで検索していただくと、このスマート林業の推進という林野庁のホームページが出てきます。で、ここにですね、こういろんな地域協議会の方の取り組みをまとめた報告書ですとか事例集ですね、これ、過去2年分の報告書がありますし、今年度分の報告書も、まあ、出たらここのページを通ります。で、その報告書事例集にも個別の事業に個別の技術、ドローンですとかいろんな技術について紹介がありますし、ここですね、ここもつながる林業技術サイトというところでもいろいろな技術のこう紹介がありますので、こんな風になってますので、こういうところを見ていただくと個別の技術のことについてはお分かりいただくかと思います。ですので、このパネルディスカッションではですね、個別の技術というよりは地域全体でどのようにこう協議会運営ですとか普及を図っていくかっていうことを主なテーマにしたいというふうに考えております。それでは早速なんですけれども、1番目のテーマ、スマート林業の運営主体協議会の継続というところに関しまして、まあ、ちょっと順番にですね、現状をお話しいただければと思っております。協議会なんですけれども、今この林野庁の補助事業では基本的に地域で川上から川下までのメンバーを集めて協会を立ち上げてスマート林業に取り組むようにっていう、こう事業の構成になっておりまして、ただまあなんでこう協議会立ち上げなきゃいけないのっていうことなんですけれども、やっぱり、まあスマート林業の機械って結構値段が高いものもあるので、そういった高い機材とか、まあ、大きなシステムですね、リピューマッチングのシステムですとかクラウドですとか、そういうのを導入するためにはやっぱりこう協議会形式で地域全体でこう費用負担をするっていうことが
まあ、必要であるということと、こうやっぱりこうスマート林業で最終的に目指していくことは安定供給とか、収益向上とかいうことですので、まあ、川上から川下まで合意形成をしながらですね、こう取り組んでいかないと、まあ、難しい。一つの事業体だけで頑張ってもですね、安定供給とかそういうところまではなかなか難しいっていうことで、まあ、協議会が重要であると。で、まあ、各地域協議会、まあ、卒業されると、補助金を、国の補助金を卒業されるという地域もありますので、今作ってる協議会がですね、どういうメンバーで組んでいるのかっていうことと、まあ、補助事業、国の補助金が終わった後、どういうふうに取り組んでいくのかっていう予定について、簡単にご紹介いただきたいと思います。それでは石川県お願いします。はい。石川県の方なんですが、川上協議会メンバーとしては、森林組合さんが、まあ、中心となっています。で、その他、石川県はちょっと、南北に長いんですが、北と南の、まあ、林業事業体さん、それぞれ1社ずつ入っていただいているような構成になっています。で、川上につきましては、あ、川下につきましては、県内の比較的大きな製材工場さんにも入っていただいておりますし、まあ、合板工場さんにも入っていただいております。で、加えて、バイオマスの利用施設、の事業者さんにも加わっていただいておりますので、まあ、網羅的な体制になっていると考えています。で、補助事業終了後の協議会の運営なんですけれども、まあ、こちらにつきましては、まあ、現在も、この協議会の会長さんは、石川県の、石川県の森林組合連合会さん、の方のにお願いしているところなんですけれども、まあ、引き続きですね、そういったところにお願いをする予定としております。ただ、まあ、予算がないとなかなか動けないということもありますので、石川県の方でもですね、ちょっと今、予算編成中ですので、確かなことは言えないんですが、まあ、さらなる実証とか、まあ、そういったところで、委託費のような形でまたお願いするようなことを想定して、まあ、協議会を続けていければなというふうに考えています。以上です。では続いて長野県さん。はい。長野県はですね、対象が県内全域を対象としています。で、参画していただいておりますメンバーとしますと、信州大学、あるいは森林組合や林業事業体、川上医療側ですね。で、他にも市町村です、関係団体、あと一保有企業が参加している、割とその地域的にも、広い、協議会になっています。で、この後、協議会運営なんですけれども、人材育成等も今後も進めていくことが必要だと考えておりまして、協議会継続していく方向でございます。こちらもまだ、予算の関係もあるので、確実なところではないんですけれども、環境上予定等を使いながらですね、その人材育成のところと、あと今後3年間検証してきた内容等を実際に事業体さんで実践するための支援を後ろからバックアップしていきたいと思っております。そうです。以上です。愛知県さん、愛知県の協議会の現在のメンバーは愛知県内の山間部の北下ラブがあるんですけど、そこの3町村と、3つの森林組合であと県森連および県がで構成されております。で、協議会の運営は県主体で進めております。で、川中についてですけど、県内の主要の製造工場を1か所が受給マッチングの取り組みに、一部参加していると形でおります。で、その協議会の目的にもありましたが、生産化流通にかかる費用の削減を図るための取り組みを主に行っていることも関係ありまして、需給マッチングの取り組みで今年度システム開発を行っていまして、来年度から県心と、あと、まあ、東三河地域の三森林組合にシステムの導入を進めていきたいと考えております。で、まあ、これまでも実際に行っていた森林組合系統出荷を、まあ、順次システム化する
というのものになっております。今年度までの補助事業で、県が、委託発注してシステム開発を進めてきましたが、まあ、来年はシステム運営を、まあ、検診年の方へ委ねようというふうにちょっと考えている段階です。で、まあ、実際システムを動かす、仕組み作りとか、まあ、手間がかかることもあったり、まあ、技術的なサポートも必要なため、まあ、今後3年間は、まあ、県予算成立前ですけど、まあ、支援事業を県で予算化する予定で行っております。で、まあ、実際、協議会とかのシステムの運営は、地域の方に委ねようと思っていますが、まあ、協議会の開催とかは引き続き県で、まあ、運営していければ、まあ、行っていければいいかなと思っておりまして、あと、まあ、それ他にも、受給マッチングの取り組みに、新たに参加する事業体には、まあ、協議会に加わってもらおうかと思っております。以上です。和歌山県さん。はい。和歌山県では、対象エリアを、県の中部、稲美町、日高川町として取り組んでおります。で、参加しているのは、和歌山県、で稲美町、日高川町、で県新田、で、その他に川上では、紀中森林組合のほか、民間事業体4社、で川中では、田辺木材共犯所の1団体、で川下では、エーザイ加工からチップ製造までを含む10社の方々、それとあと異業種連携ということで、輸送業で高性能林業機械のリース業で先進的林業機械技術に携わっている会社の方々3社、以上24の団体企業で構成しています。この連携ですね、一応このスマート林業以前から進められていまして、発足は平成29年の8月からとなっております。で元々のまあ取り組み目標としまして、基中地域の森林資源のまあ循環利用の促進、それとあと近距離圏でのサプライチェーンの構築で、あとは原木販売の合理化ですね、そういうのをまあ主目的として進めてきております。で実際のところですね、エーザイ加工からチップ製造まで、まあ、現状で言いますと素材生産量より消費量の方が上回っているという状況にありますので、まあ、今後さらなる増産が必要というような状況になっております。それとあと協議会の運営ですね、こちらにつきましては現時点では日高川町の役場さんの方がまあ主体となって運営されておりまして、協議会のまあ連絡調整ですね取られているような状況にあります。でこの取り組み自体も一応来年度で終了にはなりますけど、継続して、稲美町さん、日高川町さんと、まあ、連携してですね、進めていくような格好を考えておりまして、それとあと、最終的にはまあ、運営の主体を、基中森林組合さんとは考えているんですけど、やっぱりこれから3年程度ですね、現状の体制で取り組んでですね、落とし込みのところですね、しっかりやっていかないとなかなか組合さんで運営というのは難しいかなと思ってます。で、あと県内への普及につきましては、県の方主体で、また取り組んでいきたいということで、いろいろ検討し進めているところでございます。以上です。はい、ありがとうございます。それではちょっと事務局の住友林業の岡田さんから何かコメントありますでしょうか。はい、まあ、今回ですね、パネルディスカッションを皆様に見ていただいているということがありますので、まあ、どういった形でですね、スマート林業を広げる組織を作っていくのかということは、非常にこのパネルディスカッションを見られている方々、興味がある部分かというふうに思います。で、一般的にはですね、まあ、協議会というと、まあ、親睦的な団体ということで、まずは始まることがあるかというふうに思うんですけども、まあ、今回の事業のようにですね、補助金の受け皿ということもあります。そこで、まあ、共同でですね、まあ、システムとか機器とかデータを運用していくという存在として協議会を作っていくということも、まあ、今回の事業をですね、と関連してあるかなというふうに思っております。でさらにですね、その後、そのスマート林業を推進する母体として、まあ、例えば法人化を考えていくだとかですね、あと、特にその川上川か中川下っていうですね、まあ、今、推進が言われているサプライチェーンの部分で、こちらのスマート技術をですね、展開していこうというふうになると、まあ、実際にはその省流とか物流とかそういったものがこう絡んでくる話になってきますので、
協議会がこう完全にそれにふさわしい団体かというと、また別な形ということでですね、特にその民間の事業体であるとか、民間の流通業者も巻き込んだ上でのですね、こういった形にまあ紹介していく形も、まあ、サプライチェーンということではあり得る話なのかなということで、まあ、各地域の実情に即してですね、組織を作っていっていただければいいのではないかというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございます。で今回のこのブロックの協議会は、県全体を対象にしている長野県とか石川県。で、県の中でも比較的地域を区切ってこう スモールスタートで、始めている愛知県、和歌山県というふうな特徴があるかと思います。で愛知県さんなんかは割と地域を区切ってスタートしているんですけれども、まあ、それだと、まあ、スタートはやりやすいと思うんですが、今後普及の部分ですね、その段階で、まあ、どういうふうに、こう、まあ、全県まで普及させていこうというふうに考えておられるのか、ちょっとお話しいただけますでしょうか。はい。愛知県は今年度が時給マッチングの実証も行っているんですけど、まあ、自治体の、協議会としては3森林組合が、構成されておりますが、実際実証の話はちょっと 2つの森林組合が参加している形になります。で、まあ、もう一つの森林組合にも情報提供を行っておりまして、来年度この3つの森林組合主催として、東三河の中華地域でシステム導入を進めていこうと考えておりまして、で、その先の再来年度になりますが、まあ、県内のもう一つ主要な製材工場もありまして、まあ、情報提供も行っていることもありまして、まあ、中華地域である西三河、あともう一箇所、まあ、地域で拡大していきたいと考えております。で、また、森林組合経過系統出荷では、岐阜県、富山県、長野県など、製材後半工場への出荷も行っていることから、まあ、システムを使った、需給情報の共有が、県内工場ともできればいいかなと思っておりますので、今回、処理部の方を使ったモデルみたいなのを作った上で、県全体へ広めていけるような動きを作っていきたいなと考えております。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとこう、まあ、年度ごとに、地域を徐々に広げて、まあ、最終的には県外までっていうことで、まあ、計画的にそこら辺を進めていらっしゃるっていうことかと思います。で一方、長野県さんは、まあ、もともと県自体も大きい、もう森林自体大きいですし、で、市町村の数も長野県ってすごく多いんですよね。合併があんまりなくて。で、そういう中で、こう、協議会にも、かなりの数のメンバーが入っていて、まあ、大規模でこう運営もなかなか苦労されたっていうことがあるとのことですけれども、そこら辺はいかがでしょうか。そうですね、やはり参画していただいているメンバーも多いので、やはり全体の中でそのスマート林業が必要ですっていうところは皆さん共有できていますし、ボーダー同じところを見ているんですけれども、ただ、やはりそれぞれの、地域ごとに見ていきますとですね、森林の資源情報ですとか、あと、それぞれ地域で持っている、この流通の情報っていうのは、やっぱり、差がありまして、その、ある地域で実証した内容を、そのまま横にスライドして違う地域へっていうところも、最初は想定してたんですけども、そういうのが難しい部分もありました。その辺は課題です。なので、今後としましては、つまり今回の検証した事例を、それぞれの地域で、いろんな地域で運用していく中で、その地域に応じた、使い方といいますか、運用、実践というのを、検証しながら、それをもとにさらに普及というところが必要になってくるかなと思っております。なので、今後はそういったところに力を入れていきたいなと思っています。以上です。ありがとうございます。長野県さんでこう地域によって、まあ、流通の構造も違うっていう話出ましたけれども、まあ、和歌山県さんも結構、ね、流域ごとに全然違うというお話を伺っているんですが、まあ、そういった面で、まあ、今回は日高川流域ということでこの事業をスタートされてるんですけれども、まあ、そこを超えていくのかとか、まあ、流域ごとに進めていくのかとか、ちょっとそこら辺のお考えはいかがでしょうか。和歌山県では、基本的に県内各地へ広く普及させなければいけないというふうに考えております。ですので、やっぱ今、日高川流域に限定しては取り組んでいるんですけど、
やっぱりそのこれから3年程度ですねの期間の間に、やっぱり地域協議会でその活用実績ですねをかなり積んでいかないと、やっぱりその周りの方々に説得できるような材料というか実績をお見せできないというふうに思ってますんで、やっぱり来年再来年と積極的にその辺の前やったら結果ですね示せるようにしていかないといけないというふうに思っております。それとあと和歌山県では県南部の田辺市の方で、林業成長産業化地域創出モデル事業というのをやってまして、まあ、そちらでもいろいろ新しい取り組みというのをやってますんで、やっぱりそれを、スマート林業の成果、それとあと林業成長化の成果ですね、きちんと確認してですね、まあ、その辺は県主導でやっぱり地域特性も考慮しながらですね、県内の普及というのを考えていきたいなというふうに考えております。はい、ありがとうございます。石川県さんは一応全県を対象としてますけれども、関係者の数としては割とちょっとコンパクト目にまとまってるかなっていう印象ですね。で、どういうふうにこう選定したのかとか、あと今後どういうふうに広げていくのかっていうところはいかがでしょうか。はい。石川県の場合はですね、林業の中核っていうのはやっぱり森林組合さんというのが、まあ、実情ですので、まずは、すべての森林組合さんに入ってもらうというところを、まあ、基本としています。で、まあ、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、まあ、北と南、加賀野島の方で一社ずつ意欲的な林業事業体さんにも、まあ、入ってもらったというような流れです。で、需要者側としてはですね、一番本県で大きい製材工場さんに入っていただき、こちらについてはあまりこれまで直送っていうところを、取り組んで、来ていなかったような、まあ、事業者さんになるんですが、まあ、そういったところにも参加していただくことで、まあ、直送を増やしたいなという意図で、です。で、島地についてもですね、まあ、人口林面積の大きいような島地を中心に参画していただいてまして、まあそうですね、幅広くとは思っているんですけれども、ちょっと事業体さんについては少しコンパクトなのかなという状況ですので、今後の拡大としましてはですね、まあスマート林業に興味を持つ、まあ林業事業体さんですとか、あとは、そういう直送行為、あとは協定取引みたいなものに興味を持っていただけるような製材工場さんですとか、まあそういった事業者さんには、まあどんどん宣伝をしてですね、入っていただいて広げていければなと思っています。まあ、それというのもですね、まあ国の方の使わせていただいて、まあいろんなシステムの導入ですとか、備品をいろいろ導入させていただいてますので、まあそれらはしっかりこう共有していろんな事業者さんで今後拡大して使っていただいければなというような思いですかね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。やはりですね、こう大きな県の森林圏なんかだと流域ごとに、流通の構造とか作業システムとかそういうのも違ってくるので、そういう中でこうスマート林業をその同じシステムのまま横展開ってするっていうのもなかなか難しいっていうお話があったかと思います。で、そうするとやはり、まあ、和歌山県さんは、スマート林業のこの日高川流域の協議会と、あと田辺の方にも別の事業で、まあ、そういった事業が進んでるっていう形で、県内の流域ごとに、まあ、そういった協議会があるみたいなイメージかなと思うんですけれど、まあ、そういう進め方をするっていうことと、まあ、長野県さんは県全体の協議会の中でどういうふうにこう流域ごとにそれをマッチングさせていくかこうっていうことにまあ苦労されているということもあって、で別な地域ブロック、西日本ブロックなんですけれども、山口県さんの方では県の振興局ですね、出先のところにスマート林業推進員という方がいて、その方が人材育成、研修とかですね、いろいろ地域ごとに面倒を見ておられるということがありました。ですので、やっぱりこう、まあ、県全体としてこう進めるといったときに、県の中央でこう全体
にこう進めていくっていうことと、まあ、地域ごとですよね、そういった流域ごとにどうやってこう現場に合ったスマート林業をまあ作り込んでいくかっていうところ、そこがまあちょっと協議会の進め方とか体制としてこう時期ごとに考えていかなきゃいけないことなのかなっていうふうに思いました。皆さんこうここら辺どうですかね。岡田さんどうでしょうか。はい、今のお話の通り、まあ、各県によって、まあ、各県も林域がたくさんあるところとですね、そうでないところもあるかと思いますので、まあ、そういった地域ごとにですね、どういう普及していくのかということは違いがあると思うんですけども、あともう一点、ちょっと違う視点でお話をしますとですね、今回、川上、川中、川下っていう、まあ、非常にこう、まあ、言葉としては、収まりがいい内容として協議会を作られているっていうことだと思うんですけど、実は最後の川下のところはですね、おそらくそれぞれの都道府県が県外に出されていることも結構あると思うんですよね。で、そこはですね、サプライチェーンをどう考えていくのか、まあ、非常にこうリッチな、まあ、スモールな形の地域材でも完全に川上、川中、川下が県内とか流域内でクロージングするという考え方もあるかと思うんですけど、実際にその、まあ、マスの部分については、県内でとどまらないっていうことも多いと思いますし、まあ、県内の住宅着工戸数だけではなかなか、産地型のところではさばききれないということもあると思いますので、おそらく川下っていう、まあ、最後の末端に近ければ近い部分ですね、まあ、製材工場、プレカット工場、合板工場も多分そうだと思うんですけど、そこは県外にあるということも想定はされておいた方がいいのかなという、一般論としてはですね。その時にその地域の協議会がどういうことで取り組むかというと、まあ、これからさらに激しくなるであろう産地間競争ですよね。どうやってその県産材を他県に売り込んでいくのかという時のまとまりの一つの組織として、売り込む団体として協議会が存在するというですね、まあ、それは安定供給とか安定品質、安定価格も含めた上で実現をして、県産材を地域に売り込んでいく、まあ、都会に売り込んでいくというようなですね、存在としての協議会という形もあってもいいのではないかなと。まあ、地域での部分とそれは整理した上でですね、両方ちゃんと睨んだ上でということも、視点としては忘れていけないのかなというふうに思っています。以上です。やっぱりこう、県外の売り込み、愛知県さんも将来的には、ことを取り組んでいきたいというお話もありましたけれども、やっぱりその、まあ、流通とか売り込みの話になってくると、まあ、今協議会行政の方、今日のパネルディスカッションのメンバーの方もみんな県の方ですから、その行政の方がですね、まあ、こう売り込みするとか流通に関与するっていうのはなかなかだんだん難しくなってくると思うんですよね。で、立ち上げの時にはやっぱり行政がいろいろですね、サポートするっていうことが重要なんですけれども、やっぱりこう協議会って最終的にはこう民間主導、その流通に関わることを考えると民間主導で、まあ、多くの場合、まあ、県全体の場合だと県新田さんで、流域ごと地域ごとだと、まあ、森林組合さんっていうのがこう名前が挙がってくるところなんですけれども、まあ、なかなかそこに移行するのも難しい状況で、まあ、県新田さんもですね、そういった協議会運営とかに、まあ、慣れてるところ慣れてないところもあるようですし、まあ、ちょっとここで各地域ごとにですね、今後そういう県新田さんとか民間に移行するために工夫したいことなどをお伺いしていきたいと思います。和歌山県さんどうでしょうか。そうですね、こちらの地域協議会の方では運営の主体の選定についてですね、最終的には、基中森林組合さんというふうに考えております。で、あとその県森林さんとの関わりなんですけど、やっぱり県森林さんの方が、まあ、今は主体というふうには考えていないんですけど、一応県森林さんに入っていただいているのは、協議会の中に2つの森林組合入ってまして、基中森林組合と、で西諸森林組合という組織が入ってまして、でまた今度地域外の森林組合さんとのいろんな連携とも考えたときにですね、やっぱり県森林さんの役割というのは非
非常に重要になってくるかなということで、原子電さんに入っていただいてます。ただ、最初にもお話ししましたけど、この取り組みの発足というのが、やっぱり、基準森林組合さんが、主体となってですね、協議会を立ち上げてきたということで、やっぱり川上から川下、いろんな事業者さんとの、まあ、関係性ですね、そういうのを考えたときに、やっぱり基準森林組合さんの方が妥当かなということで判断しております。以上です。はい、愛知県さん、愛知県、森林組合が出荷した原木とか取りまとめて製材工場などで直接する仕組みっていうのは、すでに県森林で運営している形になっているんですけど、まあ、実際県森林の、まあ、流通事業を担当しているものを、まあ、部っていうのかな、まあ、規模は小さくて職員、まあ、2名ほどで運営していることもありまして、まあ、個人の陸上にところが、まあ、システム化して、業務標準化を図ることで、まあ、所属化規模の拡大につなぐと期待しておりますが、人材がちょっと足りてない状態もありまして、まあ、実際まあ、今後、移行する形としても、やっぱりちょっと県としてはしっかりとサポートして、まあ、一緒に取り組んでいくことがちょっと重要かなと考えております。はい、ありがとうございます。長野県さん。はい。長野県はですね、協議会、市町村ですとか森林組合、あと一般の林業事業体も入っておりまして、で県森林も入っております。で実際の県、協議会でやったマッチングシステム等については、県森林さんが持ってらっしゃる市場を中心に構築されているところで、非常に連携はしてやっていっております。でただ、運営についてはですね、今のところ、県森林さんに移行していくような予定はない状態です。ただ、今後も流通の関係ですとか、技術検証というのは連携しながら、その辺、進めていきたいとは思っております。以上です。石川県さん。はい。うちの方はですね、今、県森林さんの方で、まあ、協定、締結しているような木材の供給ですね、そういったものはありますので、まあ、そういった意味でも県森林さんの方で、需給マッチングみたいなものはこれからも運営していっていただくのが望ましいと考えていますし、まあ、移行に関してはその方がまあスムーズなのかなというふうに思っています。で、もしかするとちょっと趣旨とはずれるかもしれないんですけれども、協議会として、まあ、スマート林業に興味のある人ですとか、まあ、能力のあるような人が、まあ、集まっているということですので、まあ、その集まっていること自体で、おメリットとして利益を上げられるような取り組みができると、まあ、移行が進むのかなと思っています。まあ、例えば、まあ、ドローンの技術者みたいな人が、まあ、協議会の中に複数名いる状態をうちの方では作り上げていますので、まあ、単独の事業体とか、そういった組織では、そのドローンの飛行をなかなか、受託したりですとか、まあ、そういったものが難しいケースがあったりすると思うんですけれども、まあ、協議会にいる人員が集まることによって、例えばその市町の市町村とかの、まあ、その委託事業を受けられるとか、まあ、そういったメリットがこう出てくれば、まあ、進んでいくのかなというふうにちょっと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。やっぱりこう、まあ、県森林さん、まあ、名前がこうね、だいぶ出てきがちなんですけれども、やはり、こう、市場など原木流通に関わるっていう立場を兼ねている県森林さんも多いですので、まあ、そういった意味ではその流通に関してこうちょっとね主導的にこうコントロールしていただくっていうところでは、まあ、適任かなとは思うんですけれども、まあ、県森林が主導した場合にですね、森林組合以外の素材生産業さん素材生産業者さんやまあ、林業事業体への普及っていうことについてもですね、ちょっと課題にはなってくるのかなと思います。じゃあちょっと結構時間も経ってきたので、人材育成の話に行きたいと思います。それでは次のテーマとして、人材育成と普及に関して
お話ししていきたいと思います。まあ、モデル地域で今スマート林業を実証していただいているんですけれども、実証から全県へ、森林組合から民間事業体へなど、まあ、普及を今後進めていかなくてはいけないということで、でまあ、この技術だけっていうことではなくて、まあ、その技術を用いて、まあ、業務改善をするとか、森林所有者への収益を還元をできる人、技術を使えるだけ、パソコンやドローンを使えるだけじゃなくて、それをどういうふうにこう林業として進めていけるかっていう人材を、まあ、目指していかなきゃいけないっていうことになるかと思うんですけれども、それぞれの協議会で、まあ、人材育成普及で工夫している点と苦労している点について順番にお伺いできればと思います。石川県さんお願いします。はい。石川県の方はですね、まあ、これまでもドローンの操縦士みたいなものをですね、各森林組合さんに、大体2名ずつぐらい要請をしておりまして、まあ、今後はですね、その他の林業事業体さんみたいなところにもどんどん広げていきたいというふうに考えていますし、その他の、まあ、ICT ハーベスターみたいなものにも、まあ、うちの実証で取り組んでいるんですけれども、まあ、そういったオペレーションですとか、まあ、仕分けの、まあ、能力ですとか、まあ、そういったものも含めて、どんどんと、まあ、これからは進めていきたいなと考えています。で、まあ、苦労している点というと、まあ、ちょっとこれから、まあ、そういう人材をどんどん確保していくにあたって、まあ、どれぐらい、まあ、そういう意欲のある事業者さんを引っ張ってこれるかなというところが、まあ、課題かなと思っているところです。長野県さん。長野県ではですね、報告会では、それぞれの技術研修みたいな形で人材育成を図っております。知識の共有だけではなくてですね、各事業体にその研修結果を持ち帰っていただいて、で、さらにそこから実践していただいて、で、事例を増やしていただいて、それを普及して、研修して、人材育成してみたいな、そんな形で展開していけたらいいなとは思っております。で、課題としましてではですね、今のこのコロナの状態で、なかなか研修が思うように書いてないっていうのが一つありまして、今後広く普及していくためにも、早々にこのまずの最初の人材育成広げるっていうところをやっていきたいんですけど、ちょっとそこが思うようにしてなくてもどかしいところがあります。以上です。愛知県さん。愛知県の県のまあ一般の企業の方からしていますか。まあ、航空レーダー計測データの活用や、サプライチェーンマネジメントの研修を開催しております。内容としましては、ドローンに関する基礎知識の習得や、ドローン操作を研修生に行ってもらい、習熟度を高めていくものとなっております。で、まず、まあ、操作研修を行いまして、まあ、ドローンとか、先進技術に対する関心を持ってもらうことに力を入れております。で、まあ、その、操作研修と合わせて、まあ、事業体の意識改革を行うため、経営者向けのトップ研修を実施しておりまして、まあ、事業体からの意識改革も、狙っていきたいなと考えております。ただ、ちょっと、まあ、実際、苦労している点もなってくるんですけど、まあ、実際その生かした研修の成果を、まあ、どう活用していきたいのか、ちょっと実際見えてこないところもありまして、どう仕込んでいくのか、まあ、具体的に活用している成果がちょっと今現れにくい状態となっております。以上です。はい、和歌山県さん。はい、和歌山県では、基地森林組合の業務課の職員からですね、専属の担当者選抜して、スマート林業 の、 その各種システムの開発とか、原木の検知技能ですね。そこの人材育成に取り組んでいます。で、あと、地域協議会との関係性ですね。まあ、24の団体企業というふうに紹介しましたけど、非常にまあ、献身的で、まあ、協力的な関係性というのが形成されているので、まあ、取り組みやすい環境にはあります。ただ、一方でですね、基地森林組合さんで言いますと、やっぱりさらなるその組織力の向上というのが求められておりまして、
労働生産性の向上とか、素材生産コストの削減とか、対外的交渉力の向上とかですね、そういう課題があります。それとあと、まあ、今言いましたように、専属の担当者という位置づけで取り組んでおりますので、やっぱりその協議会員もそうですし、森林組合も職員もそうですし、やっぱりいろんな方が積極的にその関与していただいてですね、ご理解いただかないとなかなか普及していかないかなというところが心配な材料です。ただ、先ほど長野県さんの方からもお話ありましたけど、やっぱりこのコロナ禍の関係でですね、やっぱりこれから、現地実証やっていかなくてはいけないんですけど、やっぱり状況の変化によっては、まあ、それが難しくなるんじゃないかなというところが心配な材料となっております。以上です。はい、ありがとうございます。ここではやっぱりこんな研修でですね、若手の人がこう技術に関心を持っても、こう自分の組織に持って帰った時に、こう上の人がですね、まあ、受け入れてくれないっていうようなお話もよく聞くので、その愛知県さんのトップ研修ですね、これは結構面白い取り組みかなと思うんですけれども、ちょっとそのどういった中身をやられているのかとか、あと講師の方はどういう方がやられているのかとか、ちょっとなんかちょっと言えることってありますか？基本的にまあ、森林管理制度を合致する話なんですけど、やっぱちょっと意欲と能力のある林業形態をちょっとの観点からちょっとそういった話からちょっと膨らませてみたいな形のものだったので、ちょっと実際講義っていうのは別担当のやっていて、ちょっと自分もちょっと直接受けたわけでもないので、ちょっとどういった話をやっているのかちょっとそこまでそのちょっと把握していない形になります。まあ、でもやっぱりその、生産性向上とかやっぱ経営の観点からっていうことで、やっぱそういう生産性を上げていくためにはスマート林業も組み合わせてっていうようなお話をされたのかなと思うんですけれども、やっぱりそういう偉い人がですね、組織の偉い人が理解してくれるっていうところもポイントの一つかと思います。あと他の地域ブロックでの取り組みだと、先ほどもちょっと触れたように山口県では県の出先の方がスマート林業推進員となって地域に普及している。あと埼玉の西川地域の協議会では、現場の人もですね、コア技術者、コア技能者っていう人を決めて、でその人にはもう徹底的にこう使いこなせるように教え込むと。で今度は事業体の中に普及していくのは、そのコア技能者の方が、まあ、事業体の中にこう職員さんが講師となって職場内にこう研修していくという、段階を得ているということですので、その現場の技術者の中でもですね、こう技術者同士でこう普及をしていくっていう取り組みもいいかなと思ってお話を伺っております。であとですね、まあ、ドローンであれば造林補助金の申請をドローンの画像で行ってよいと林野庁の制度が変わったんですけれども、まあ、林野庁の方はいいよって言ってるんだけれど、県の要項でそれに対応しているかどうかっていうので、こうドローンをちゃんと実務に使えるかどうかっていうところがこう県によって変わってきてるっていうことがあるんですが、今この中でですね、造林補助金の関係ドローンで出していいよっていうふうにしてる県の方はいらっしゃいますか？和歌山 OK です。石川県さん、じゃあちょっとそこのお話をしていただけますでしょうか？石川県の方ではですね、土田内規を更新もしていまして、一応可能な状況にはなっています。ただ、まあ、制度検証みたいなものについてはまだまだこれからのところになっていますので、来年度、まあ、ちょっと予算の状況もあるんですけれども、まあ、そういう制度検証ですとか、まあ、どういった作業種で、使うのが使いやすいのかといったようなところは、まあ、委託のような形で、まあ、実証を進めていきたいなというふうに考えているところです。以上です。
はい、ありがとうございます。和歌山県さんもお願いします。はい、あの和歌山県ではもうすでに、特に造林事業で言いますと、保育関係ですね、下刈りとか植栽とかですね、そういう確認に今ドローンを活用しております。そこはこれからね、やっぱりそのいろんな低コスト林業化を図っていく上では、やっぱりドローンの技術というのはもう必要不可欠というふうになってくると思います。まあ、いろいろとですね、その法規制とか出てきますけど、やっぱりその辺というのはもう日進月歩で、状況がまあ常に変わってきているというところもありますんで、まあ、現時点においては、やっぱりそのドローンに関するいろんな規制よりも、ドローンで何ができるかというのをまず考えるべきじゃないかなというふうに、こちらでは考えております。ちょっと私どもですね、一応河川柵割り支援システムというのを、今年と来年度で、まあ、構築しようということで取り組んでおりますんで、で、その時にですね、いわゆるその河川の本線、張り上げの時とか、あとホールバックラインのガイドブロックの設置位置とかですね、そういう、まあ、位置情報を活用してですね、ドローンで資材とかの、まあ、自動運搬ですね、そういうのも、まあ、考えてみたいなというふうに取り組んでおりますんで、やっぱりドローンの、まあ、活用というところは、これからも積極的にやっていきたいというふうに考えております。はい、ありがとうございます。やっぱりこう、ね、スマート林業、県が推し進めてるのに、やっぱり書類申請はいまだに手書きの図面しか受け付けないよっていうのだと、もう全然おかしな話になってしまうので、やっぱりそういう制度、電子申請とか、そういうこともですね、県が積極的に進めて いっていただきたいなと思います。岡田さんの方から何かありますか？はい、人材育成に関しては、先ほど、愛知県さんの方もありましたけど、やはり上の方が分かっていただくということが重要で、まあ、そのためにはですね、やはりその、まず、この根本的な目的の明確化ですよね。なぜそれを導入する、なぜドローンを入れる必要があるのか。で、まあ、それはその見える化をするため。何のために見える化が必要なのかということをちょっと突き詰めて、まず考えていくことで、まあ、理解が得られやすいのかなと。で、おそらくその今のドローンの造林事業での、造林の補助のですね、検査の上の活用みたいなですね、どちらかというともう、まあ逆にそれでしかできないようなことが増えてくると、よく導入も、進んでいくと、まあちょっと半ば強制的な面もあるんですけども、まあ、おそらくですね、皆さん1年前のことを想定していただいたらいいんですけど、こういうウェブ会議システムって使って、おられました多分全く私も Zoom って言葉知らなかったと思うんですけど、おそらくですね。1年前、まあそうですね、1年少し前ぐらいだとですね、もうそういうことも全然知らなかった。こんな連れて会議が、ウェブ会議が当たり前になるとも思ってなかったですし、これおそらくもう、各県庁の方のトップの方もウェブ会議とか多分出られてると思うんですよね。物事って普及するのはまあそういうことなのかなということもあって、それがもうどうしても使わなければいけないもんであれば普及する。ただ、一方ですね、どれぐらいのこのレベル間の IT リテラシーが必要、まあそのために対応したシステムが必要かということも少しレベル間の設定というものがあって、まあ誰でもボタン一つで使えるようにするっていうのがまあ一番いいんですけど、まあ、そこにするためにはかなりコストもかかりますし、逆にシステムも硬直的になると。で、まあ、柔軟性を持たせようと思うと、まあ、かなりそのユーザー側にですね、負担がかかって、まあ、一部の人しか使わないというのがスマート林業の難しいところ、まあ、使う人の特性も含めてですね、まあ、そこでどれぐらいのレベル感に、まあ、柔軟性を保ちつつ、なるべくハードルを下げていくということのですね、レベル設定というのも、まあ、教育会の中で議論をしていただけたらいいのかなと。まあ、見ていただいた方の各地域でも検討していただきたいと。あまりその、そのシステム業者さんとか、企業業者さんのセールストークにですね、妥協を信用するのではなくて、自らを振り返って考えていただいた方がいいのかなと。まあ、例えば LINE とか皆さん使ってると思うんですけど、まあ、あれぐらいのレベル感であれば、十分だ、年配の方でも使えるように、年配とか得意な方じゃ、得意でない方も使えるようになるというようなことがいい実例なのかなというふうに思っています。以上です。はい。まあ、やっぱりそのコロナでね、なかなか研修で集まれないっていう中でも、
こう人材育成を進めていかなきゃいけないっていうのがなかなか今後難しいところですけれども、まあ、その研修をね、現場の人にやる研修、偉い人にやる研修とか、いろんなパターンでちょっと、今後もですね、工夫していただければと思います。それでは3つ目のテーマですね。原木流通コスト低減の実現に向けた原木市場の関わりということで、この地域ブロックの皆さんはですね、ほとんど皆さん直送に取り組んでおられるということで、他の地域でですね、例えば、まあ、原木市場の力が強いようなこう地域性のあるところだと、まあ、なかなかうまくいかないという悩みがあるようなんですけれども、比較的この地域はうまくいっているのかなという印象があります。で、ちょっと皆さんにお話を伺いたいと思いますけれども、長野県さんの方はいかがでしょうか。そうですね、もともと長野県の市場、その流通として機能、中間流通として機能しているような位置づけだったので、市場の方にも話しますとですね、現在の土場が狭い等の課題がありまして、それが直送になりますと、ドバを経由しなくていいわけですから、ドバを大きくしなくても流通量を増やせる、ドバをまとめられるというところで、担当者に聞きますと、そういった点ではメリットがあるとは聞いております。でただ、直送するにしても、今のシステムですと、受け入れ側との調整があったりですね、新しい ICT 機器、今回、協議会で木材研修のシステムを使ったんですけれども、そういったシステムを使うにあたってはもうちょっとこの受け入れ側との調整をしていくともっと効率化につながるかと、この辺が課題かなと思っていますけれども、市場の気持ちとするとそんな形のところです。はい、はい、石川県さんはどうでしょうか。はい、まあ、石川県の方はですね、まあ、市場による取引っていうのも一定数必要な業者さんがいらっしゃいますので、まあ、そういった部分は守りながら、県としては今後、その生産量を、まあ、大げさなんですけれども、倍増させようという計画も、まあ、持っておりますので、その倍増した部分については、直送による取引を行うことによって、まあ、供給先を確保していきましょうというようなトーンで、まあ、考えていますので、まあ、そういった説明もしているところです。で、まあ、あとは市場の方でもですね、ちょっとコロナの影響もおそらくあるんだとは思うんですけれども、まあ、市場の方にその財が今後集まってくるのかというようなところにも結構懸念が出てきているような状況、まあ、危機感があるというような状況ですので、まあ、その市場のあり方みたいなものを考えるきっかけには、まあ、この直送に塗る取り組みがなってるのかなというところもあります。以上です。知見さん、はい、受給マッチング、まあ、推進していく中でも売り先の決まった財の生産を可能とする流れを行うに、まあ、直送が主となると考えていますが、まあ、市場で業種財についてはその価値に見合った販売する役割が強くなっていることや、まあ、市場を市場を経営する流通事業者でもあっても、まあ、並財はできるだけ直送することが一般的になってきてますので、まあ、このような住み分けが進んでいって市場販売と直送はちょっとどちらも残っていくのではないかと考えております。ただ、まあ、原木のニュースは、市場に頼っていた地域の小規模な製材工場とかは、まあ、原木化入手しにくい被害意識も出てくるかもしれませんが、まあ、まあ、このような製材工場も需給情報を共有する仕組みに入ってもらいまして、まあ、縮小を引き出れるようになっていけばよいかなと考えております。以上です。和歌山県さんはいかがでしょうか。はい、冒頭にもちょっと説明したんですけど、やっぱ今の地域協議会の状況っていうのがですね、エイザイ加工からまあチップ制度まで、川下事業体、まあ10社の方がですね、協定を締結しているということもありますし、それとまあ実質のところですね、素材生産量がまあ原木の消費量を下回ってるっていうところもありますんで、実質今の現状で言いますと、まあ、直送が主体というふうになっております。ただですね、今その原木の検知技能者
の育成というのは取り組んでおりまして、やっぱりそれがまだ途上段階にありますんで、やっぱりその原木の需給情報の把握とかですね、それとか市場さんの戦木機の利用とかですね、そういうところではもう市場さんの協力なしには、まあ成立しない状況にあります。それとあと、基本的に、原木市場とは共存共栄のスタンスでありたいというふうに考えておりまして、今でもその原木市場の方にですね、需給コーディネーターという形で、参画していただいてますし、やっぱり今後もそのコンサルタント的な参画というのを、継続してやっていきたいなというふうに考えております。それとあとですね、先ほど岡田さんの方からもお話ありましたけど、やっぱり協議会の中だけでなくてですね、やっぱりいろんなその幅広く販路形成していくというふうな、形になりますと、やっぱりそのいろんな知識を持たれている原木市場さんの協力というのは不可欠ですし、それとまだ素材増産体制には至ってないんですけど、まあ仮にですね、月産の素材生産量がまあ千流米、超えてくるような状況になってきますと、なかなかこれ、基準森林組合さんだけでは、処理できない部分になってきますんで、例えば、まあ、エーザイに限定してですね、原木市場さんに販売協力してもらうということも、考えられる材料じゃないかなというふうに思っております。ですので、やっぱりその直送販売と一売りというのは連携は、まあ、必須かなというふうに考えております。以上です。ありがとうございます。やっぱりこう直送する、まあ、物としては直送になるんですけれども、やはり役割としてはその需給調整ですとか、まあ、仕分けですとか、あとその他に営業とか予診管理とか、いろいろこう原木市場っていうのは役割を持っているわけで、そういう役割は物が直送になっても引き続き必要なので、やっぱりこれは市場外しじゃないんだよと。直送っていうのは別に市場外しじゃなくて、市場の人も一緒になってですね、こう直送という、まあ、地域全体でこう余計なコストをかけない、コストを削減していく、流通コストを削減していくっていう取り組みの中で、まあ、市場がどういう役割を果たせるのかっていうのが、まあ、うまくですね、こう川上、川中、川下と話ができれば、こうスムーズにいけるのかなと思うんですけれども、なかなかやっぱりね、直送即市場外しみたいなこう感じを一旦こう受けられちゃうと、なかなかそこをこう改善、ひっくり返すのが大変なのかなと思うので、やっぱそういう考え方をですね、まあ我々のこのスマート林業の事業でもやっぱり広く広げていきたいなと思ってます。岡田さんいかがですか？はい、今の補足になるんですけども、まさしく、まあ、直送かどうかと、私たちの事務局の課題設定も、そっちに傾きがちなんですけど、実はそうではなくて、そこは、物流コストの低減の話なので、そこはですね、原木市場どうこうと話すとはまた別の話であるということは確認をしておきたいんですけども、まあ、その中で逆にですね、まあ、今、大笠さんの方から様々な機能の話も出たんですけども、逆にちょっと切り替えてですね、このサプライチェーンをマネジメントする人の役割って一体何なのと。で、それはスマート技術もうまく使っていく上においてというですね、逆にちょっとゼロから考えることも必要な部分なのかなと。それと、今の原木市場さんがやられている機能の中で、重要な部分を取り混ぜることがですね、一番重要な話になっていくのかなというふうに思ってます。その中で、今スマートの技術の中で、まあ、検知の話がたくさん出てきます。それはですね、実は重要な話で、まあ、それも利益数値ということでですね、まあ、何回も信頼関係が醸成していない中で、回数を重ねて測ることが無駄であると。ということは、まあ、まずはその取引数値に関する精度向上を図った上で、信頼関係を醸成して、なるべく回数を減らしていきましょうということで、スマート技術が使えるかどうかということになるんですけども、まあ、実はそこだけの話ではなくて、まあ、検知は重要なんですけど、まあ、どちらかというとやっぱり重要なのは仕分けの方でですね、仕分けっていうことに関するですね、お互いの信頼関係、売る側と買う側の信頼関係を醸成するってなかなか難しいものがあって、はなかなかスマート技術だけでは解決しない部分があるというところで、先ほど和歌山県の方でそういう育成をされていると、まあ、仕分けも含めてで原木のコーディネーター育成されていると思うんですけど、
まあ、そういうところがですね、非常に重要な話になってくるのかなというふうに思ってます。以上です。はい。それではですね、今日は、4つの地域協議会の皆様とですね、3つのテーマについて、お話をさせていただきました。で、まあ、和歌山県さんは来年も国の補助事業を続きますし、まあ、石川県、長野県、愛知県については、まあ、来年度からは今度は自力での取り組みが続くということで、まあ、まだまだこう先は続くわけなんですけれども、まあ、今後もですね、引き続き皆さんのこうどういうふうになっているかっていうお話もですね、まあ、今後も伺いながら、まあ、この林野庁のスマート林業の方はですね、続けていきたいと思います。それでは、パネルディスカッションはこれで終了としたいと思います。はい、どうもありがとうございました。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 